京都で逮捕されたショダ、正田バーメッカ殺人事件は1953年7月に東京都で起こった殺人事件、アプレゲール犯罪の一つとされる。1953年7月27日、営業中の東京、新橋のバーメッカの天井から血が滴り落ちてきて騒ぎになる。屋根裏を調べると、証券ブローカーの撲殺された遺体が発見され、 現金41万円が奪われていることが判明した。犯人として元証券会社社員だった正田明とボーイ B、B の仲間 C の計3人が浮上。警察は正田を主犯として3人を全国指名手配にする。7月29日 C が出頭。8月4日に B が出頭した。警察は残る正田を追い、10月12日、京都で正田を逮捕。 正田は当初は、ただ、ナットギルティを主張するだけですと、英語混じりに語っていたが、犯行を自供。犯行の同期は、義理のある人から預かった株券を無断で売却処分してしまい、その金を返したい一年でやったと語った。正田は、女遊びや麻雀、ダンスと浪費癖が激しかったことから、マスコミは、アップレゲール犯罪として取り上げる。 1956年、東京地裁は翔太に死刑 B に懲役10年、C に懲役5年を言い渡した。B と C は判決を受け入れた一方、翔太は控訴した。1960年に東京高裁控訴規格、1963年に上告棄却で死刑が確定した。その一方で、翔太は獄中で小説を書くようになる。 1969年12月9日、東京拘置所において、正諾死刑が執行された。去年40、ありがとうございます。